ペニスをもっと大きくできる、ペニスが小さいと包茎になる、ED になる。当院にご来院の方にもそのような質問をいただくことがあります。また包茎手術の次にペニスを大きくする施術を希望する方が多くいらっしゃいます。それだけペニスのサイズでお悩みの方が多いということですね。ペニスが小さいと包茎になる、ED になる。ペニスのサイズによる包茎や ED との関係について専門医が解説します。まずは自分のペニスのサイズを知らないと話が進みませんよね。そこでペニスのサイズの測り方を紹介します。全長の測り方。一般にペニスの長さを測る場合、通常時および勃起時ともに陰茎の根元部分に定規やメジャーなどを当てて測ります。全長とは陰茎部分の根元から先端までを指し、立ち上がった状態または座位であっても目盛りを上から見るイメージです。直径の測り方。ペニスの直径は定規またはメジャーを使って陰茎の横幅を測ります。全長の測定と同様、上から覗き込むように測定します。上から覗き込む場合、目線がずれやすく、実数値よりも小さく測定しがちなため注意が必要です。ノギスを用いるとより正確に測定できます。太さの測り方。ペニスの太さを測る場合は、裁縫用などの柔らかいメジャーが最適です。陰茎にメジャーを巻きつけ、最も太い箇所を測るケースと真ん中を測る2つのケースがあります。亀頭の直径の測り方。亀頭の直径は定規やメジャーを使い、最も太い部分を測ります。上から覗き込むようになるため実数値よりも小さく読みがちなので注意しましょう。医学的な測り方。泌尿器科医がペニスのサイズを測る際に用いる方法は、まっすぐに立ち、ペニスと床を水平にした上で定規を沈み込ませるようにして恥骨結合へしっかり押し当てます。そしてペニス上部の付け根から亀頭の先端までを横から見るようにして測ります。この測定方法はマイクロペニスといったペニス発育不全の判定などでも用いられます。日本人の勃起時における平均ペニスサイズとは、2012年アダルトグッズの製造販売を行う株式会社テンガが公開した日本人の平均ペニスサイズはこれだによると、勃起時におけるペニスの長さは平均 13.56cm です。また亀頭の直径は 3.53cm、 陰茎の直径は 3.19cm、 通常時の長さは 8cm とされています。実は日本人の平均的なペニスサイズをまとめた学術的な資料はなく、明確な数字を示すことは難しいとされています。理由は測定時の対象者が半立ちや勃起中のタイミングによっても誤差が生じ、同条件になりづらいことが挙げられます。我々のような泌尿器科の専門医でも誤差が生じる場合もあるため、ここで挙げる数値はあくまでも参考程度に捉えましょう。ペニスのサイズと包茎や ED は無関係とは言えません。ペニスのサイズと包茎の関係性とは、ペニスが小さいと陰茎が短い分、包皮が必要以上に余るため新生包茎や下生包茎になる可能性が高まります。また早漏や性病といった症状にもつながるため、見た目以外でも問題が発生してしまう場合があります。ペニスのサイズと ED の関係性とは、勃起時のペニスのサイズが以前と比較して小さく感じる場合は ED を疑った方が良いでしょう。これは勃起時に十分な血液が陰茎の界面体へ流れていない可能性があります。その結果、性交中に中折れや本来の硬さを得られなくなる場合があります。他には ED 治療薬を服用することで血液が流れるようになり、勃起時の膨張率が向上し、一時的ではあるもののペニスが大きくなることもあります。しかし ED 治療薬にはペニスを大きくする効果はありません。つまりペニスのサイズは ED の症状を知る上で一つの目安になると言えます。ペニスのサイズが縮小する主な原因とは、1、加齢。加齢とともに毛細血管が老化することでペニスに十分な血液が流れなくなり、ペニスのサイズが小さくなります。2、喫煙や飲酒。喫煙や飲酒は動脈硬化を引き起こします。動脈硬化が起こると血流が妨げられ、ペニスへ流れ込む血液が減少し、結果ペニスのサイズが縮小してしまいます。当院の長径術、ペニス増大術、包茎手術などの施術は入院・通院も不要です。ペニスのことでお悩みの方は診察カウンセリングを無料で行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。